はい、こんばんは。パラエストラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。そしてこんばんは、都市少年柔道会の西村です。なんか久しぶりですよね、はい、これ8月の27日、2回目の締め切りが7月18日ですので、エントリーお待ちしております。木山のサウスジャパンですね。はい、よろしく。この QR コードでピットすれば農技も休日もエントリーできます。と初めに宣伝しましたけど、はい、今日暑かったですね。暑いっす。なんかもう窓も全開に開けたんですけど、やっぱりエアコン入れないとだけどあれですね、まあ、今日ちょっと体験の方が来てまして、やっぱ人数増えるとやっぱそれだけ熱気がムンムンっていうか、はい、だからなんか楽しんでくれたんでね、なんか良かったですね。なんか下の息子さんだけでも入ってくれれば嬉しいです。今キッズがねちょっと少ないんで、ちょっと今からまたキッズをね、そうトスだけなんですよね、今キッズが少ないのね。もう中津も増えたし、今中川もねちょこっとは増えてるので、あとはトスだけって感じですね。だけど忙しそうですね、西村さん。いやいや、そんなことないです。なんかもうなんか売れて売れてしょうがないでしょ。いやいや、水野が違うから。水野よりどっちかというと草倉ですか。そうですね、違う。水野ですか、はい。だけどなんか順調にどうですか、今大会もねできてきてるし、うん、まあ、練習もね、はいはい、どこもやってるので、はい、やっぱそろそろちょっと新しい、そうですね、うん、道着もいるかなとかね。もう今稼ぎ頭ですね。いやそんなことないです。だけどあれでしょ、刺繍とかもちゃんと受けたりするんでしょ。そうです。もうそれでもう統一して何十着とか、はいはい、そう刺繍ね、刺繍も意外とですね、うん、そうなんですよ、大きさでね、うん、あれが結構するんですよね。そうです。だから何々こうとか3文字か2文字でもね全然違ってくるし、でまた必ずズボンとあれ自分の名前入れるじゃないですか。そう、今何色が流行ってるんですか。金色ですか。やっぱ金です。やっぱ金みんな入れたがるんですね。そっか何もなかったら大体オレンジぐらいになっちゃいますもんね。黒かオレンジですもんね、何も言わんやったら。そうですね、子供は金と黒ブラックですもんね、大体道着もね、うん、はあ、もうそんな感じで。また来週もね、今週末はちょっとアジア選手権でちょっと私はいないんですけど、まあ、来週もまた木曜日ここに来るので、はい、ちょっとずつ暑くなっていくので、はい、暑さ対策も水分もまめにとって、うん、あと、まあ、選手がね結果残してほしいですね。あとはなんかアジアでそれがあったら、こう行った甲斐があるというか、うん、まあ、頑張って練習しているので怪我なくで、減量もちゃんとできてるみたいなんで、今日今からまた戻りますけど、はい、あとは結果をちょっとみんなで見てやってください、はい、でその後ね、まあ、縮小パーティーでもしたいです、はい、そういうことですいいですか、もう他にいいですか、はい。あ、来週があれ8月が東京ですよね。東京じゃなかった、東京11月です。 あれ11月か、はいはい、東京があれどこに行くんですか。佐賀住政のなんか、あ、それが、はいはい、佐賀県代表で、あ、佐賀県代表のやつですね、東京、はい、うん、はい、まあ、ちょっとずつ今から柔道も柔術も盛り上がっていくと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた来週。さよなら。